どうもショータイムゴルフです。はい、13番ホール、ノイズドローだね。いい球、ノイズ。フェアウェイど真ん中じゃんね。それ80回打つよ。マックスイング入んねえな。今日はショータイム用にピン振ってあるんですよ。これおかしいですよね、ピンの位置が。じゃあローストビート。おい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 、飛ぶな。OB OB、ゴー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 。バンカーでいいよ。あ、バンカーまでも行かない。やばい、よしよし。今日、飛ばな。普通はこう、そうした。飛ばな、お前。はい。あ、はい。はい。ちょっとハイボール欲しいな、ちょっと。ハイボール、次売店。次売店。もう本当きついって。次売店だよ。スラボはきついってマジ。トップしたんだから自分が。いやトップしそうじゃない。なんかダフるかなと思って。うん、そういうの聞いてない。そういうの聞いてないよ。トップしちゃった。あ、残念。いやそんなことよ。俺筋肉痛で今日竹内照樹並みの距離しか出ないんだけど大丈夫？いつもだろ。いやいや飛んでっからいつも。ショッサ。いや、ショッサよりは飛ばないよ確かに。そうそう。113ヤード、5人。お、これいいんじゃない？お、え？おお。止まれ。ぶつかったでしょ？いや、ぶつかってない。ぶつかってない。ピンの根元落ちたんですけど。まあ、ナイスショット。何ヤードですか？え？人のレンジワインダーを投げるでない。76台60ね。はい、76の60。まあまあいい球。ああ残念だね、寄らないとこ行っちゃった。下りのめっちゃ難しいよあれパット。はい、ショートさんバーディーパット。牧野さんがスーパーロングパットを入れた後。やばい、早いな。残念、 12.5 フィートです今日。バーディーパット。はい、オッケーです。どうも、やっとパー取れた。やっとパー取れた。入るでしょ。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。よし、やっとパーパーだよ俺ら。14番ホール392ヤード。ですね、途中からゴンと段になって下ってるんでフェアウェイに置きたいんで、なぜかこの人ツーアイアン持ってめっちゃ振ってるけどよくわかんない。刻むんでしょ。早く打って。その黒い手袋かっこ悪いよ。かっこいいよ。白い服なのに黒い手袋かっこ悪いよ。うわ、右から回して、回らなかったね。うん、右ですね。右フェアウェイ飛ばな、そのツーアイアン。ここね、めっちゃアゲンストじゃん。月予選の時ね、ドライバーで打って左に OB 打っちゃいましたね。またこんなに OB 打って、なんでさ、ワンダーのなので今日はね、ちょっと2番アイアンで俺ノー OB で行かせてもらいました。いつもバーディー多いんですけどね、ダボとかやっちゃうんですね俺。あ、これもちょっと老けてるな。あ、ショットさんの横だな。もっと飛んでねえし。お前俺より飛ばねえじゃねえか。しかもお前なんかロフト立ってるぞ。お前ロフト立って多分シャフト長いくせに飛ばないっすか。シャフト41インチだよ。176の5ヤード以上の8?7番。ショートさんと違って飛ばないんでね。そうだね。
なんでお前そんな左向いてんの。すんごい見え。カットしかできないの。届くかどうか。161?161、8番アイアン。ちょっとアゲンスト。届くか分かんないらしい。分かんないです。マンブルで。吹けないようにね。いやー、引っ掛けたよ。これはね。乗ってんのかな。私、いいとこ乗ってるよ、これ。私、いいとこ乗ってるね。あなた、下手ね。あなた、めっちゃ難しいところ。あの難しいねこれね。難しい。はい、これエッジからこれしかないですよ距離が。どうするの、違反のウェッジでどうやって寄せてくるんでしょうか。違反じゃねえ。違反じゃねえよ。セブンドミーまでスピンかかるよ。ロブ。ちょっとフラット、まあロブまでいかないけど。うわ。はい、ねえ今見た。見てない。いいとこ落ちたんだけど止まった。もうだってラフに落ちてんの。グリーンに落とさなきゃ。グリーンって止まんないでしょ。やってみなさいよ。濡れてるやん。じゃあロブじゃないでしょ。やってみなさいよ。超下ってますよ。パーパット。やばい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 。どんだけ打ってんだよ。だってこのパット飛ぶ。もういいよバーディーは。適当に打つのは早い感じですねこれ。もういいよバーディーは。あでもちょっと曲がりだこれ。早くお尻取ってるから今。振るな。振るな振るな。あ弱いかな。あ強いんだこれ。残念でしょ。ナイス。オッケーあげない。オッケーあげない。オッケーあげない。オッケーだよ。ナイスパー。オッケーね。はい、ナイスパー。またあの効果音が効果音が聞こえた。はい、ダボです。どうすよ。いつも胸張ってっからいっか。よいしょ。無理やりまっすぐ打ったみたいな感じですね。マジ体動かん状況は普段はパー5なんですけど、地球予選の時は地球予選とかダイヤモンドカップは470ヤードのティーからパー4でやってます。そうそうそう。で、調子良かったんでその時ドライバー飛ばしてセカンドピッチングだって、ピッチングでバーディー取って流れを掴みました。おー、これはちょっと右かな。今日飛ばねえな。やばいぞ。まあ、ちょっとアゲンストですけどね。カット残り237ヤードアゲンスト。ピンはですね、このここら辺、このうん、そうだね。カットでいくよ。はい、カットで。おお、いいんじゃないこれ。めちゃくちゃいいっすね。お、今ボールやめました。乗った乗った。初めていいとこを見せました今日。これうまいよ。やっとバーディー取れるかな。見事ナイスオンです。やっとバーディー取れるかな。いくつ。220 2ピン。4鉄4たやつで、まあ右行けだしね。いい球だけど左引っ張りすぎじゃん。左手前。はい、セカンド打った感想は、セカンド打った感想は2番アイアンだったなと。
思ってます。はい。もうさ、翔太さんのさ、ゴルフの動画に貢献してるのにさ、俺の扱いひどいよね。ねえ。そういうキャラでしょって。キャラっていうかさ、キャラっていうかさ、俺はずっとそういう扱いだよね。ド M だからいいじゃん。M じゃねえしさ。M じゃねえし。ちょっとパワハラしてほしいと思ったでしょ。いや、思ってないよね。別に。ね、え、ね、ないよ、そういうの。え、それ思ってんのは、どっかの餃子屋の社長だって。餃子屋の社長はパワハラ好きだから。ああ。パワハラされたい。普段してっからじゃない自分が。あそこの会社やばいから。そういうこと言うとまた殺されるな、先輩だから。やめようやめよう。伊藤君とかっちゃんはまだ共演してないっけ。そうだよ、一回もしてないよ。俺ら共演したら多分すごいことになるよ。何回も言うようだけど。なんだよ、何がすごい。多分、どっちかが全く喋らなくなるね。なんだよ。え、かっちゃんが怒っちゃうんだ。かっちゃんが怒っちゃうんじゃないかな、多分。藤倉さんつけた方がいいんじゃない、ロゴに。つけたい。うん、つけなよ。藤倉いいよね、ほんとね。リアルね。藤倉最高。リアルいいよね、俺も一緒に使ってたけど。ああ、ユーティリティもいいよ。ああ、わかるわかる。MCH。ああ、MCH ね。うん、MCH のアイアンシャフトいいんですよね、あれね。最高。うん、だから結局俺らぐらいの世代はちょっと手元が柔らかくないとダメなんだよね。ね、皆さんもぜひ、うん、お願いしますよ。はい、グリーンの裏側まで来ましたよ。はい、5、6で、ショッツさん3打目、5、6、ちょっと長い距離の。どう行くんですか。左からピッと。それ超適当だね、相変わらず。俺の影邪魔。うまっ。ちょっと待って、今ね、ズームしてた。あ、あるぞ。ありがとうございます。オッケーじゃないよ。オッケーだね。オッケーじゃないよ。オッケーあげない、オッケーあげない、あれ。お前クソか、お前。オッケーあげないでしょ。ゴミか。ゴミだから。これオッケーでしょ、これ。オッケーじゃないって。100回入るでしょ。誰でも入るよ、これ。じゃあ、誰でも入るの。先やりたいんだって。入んないからね、誰が打っても。ナイスバディ。ナイスバディ。ナイスです。伊藤くんがね、珍しくイーグルパットにつけたんで。ああ、全然違う方行っちゃった。おっと。距離感合わせたよ。ああ、でもまあ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 悪くない。さあ、今日初バディなるか。ああ、490ヤードのパー5なんでね、取ってほしいですよね。おー、決めました。ナイスバーディーです。イエーイ、ナイスバーディーです。やっとバーディー。ほんとさ、先輩おめでとうございます。またぐらいやってくださいよ。皆さん、この動画をいいと思った方は高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっとね、登録者数伸びたらいろいろね、イベントも考えてるみたいなんで。はい、考えてます。はい、よろしくお願いします。